おはようゴンザレスパラレルです。さあ今日はエポックの2020東京ヤクルトスワローズのスターズ&レジェンズを1ボックス開けたいと思います。はい、ということで、早速ですね、1ボックス開けるんですが、表紙ですね、まず池山さん、高津監督ね、石川投手に、あとは青木選手、西浦選手、村上選手、山田選手、奥川選手、つば九郎で、あ、伊藤さんですね、伊藤明光さんという表紙ですね。で、狙いなんですが、はい、やはり持ってない選手ということで、ルーキーですね、奥川選手や、吉田大輝選手あたりが引けたらいいなと思います。そしてですね、目玉がフォーナー選手ですよね。フォーナーさんと、あと個人的には田畑選手のサインカードが欲しいかなと。まああと見てみたいのがあってですね、はい、デコ盛りシグネーチャーというインサートカードがあるんで、それちょっとデコボコしてるね、サインなんで、ちょっとあって欲しいですね。ということで開けましょう。さあ何が出るんでしょうか。はい、212番ですね。ではでは、じゃあ右から行きますか。こっちから開けましょう。まあね、村上選手まだ持ってないんでね、そろそろ当てとかないとという気がしますが、ルーキーサインということもあって、奥川選手もね、引かなきゃならないんですよね。ヤクルトファンですからね。はい、あ、212って書いてありますね。箱と同じ数字が書いてあります。で、まずは、はい、よいしょ。お、お、なんだこれは、これは、お、デコ盛りの山田じゃないですか。山田選手はデコ盛り、ちょっと触ってみますね。あ、ちょっと確かにデコボコしてる。これは嬉しいな。へえ、25枚限定ですね。あ、これ嬉しい。はい、いいの引けましたね。じゃあサインカードいきますか。誰かな、まずどんなデザインかですよね。お、なんだこれ、ピッチャーっぽいですね。そして現役っぽいですね。左ピッチャー、あ、右か、あ、近藤選手ですね。はい、近藤選手でした。はい、近藤選手頑張ってくださいよ、ベテラン。うん、近藤選手ね、 BBM セカンドの方でもね、サイン書いてますからね。はい、まあデコ盛り引けたんでいいでしょう。はい、次いきますか。はい、まずレギュラーが、お、坂口選手、はい、こんな感じですね。坂口選手のレギュラー。そしてサインは、うん、一応まあ現役出たんでどうなるかと、 OB が出るのかもしれませんが、あ、現役、あ、松岡さんかな、あ、松岡さんですね、 OB ですね。はい、29枚限定ですね。
わあ、これはデコ盛りに食われた感じがしますね、サインがね。これはちょっと残念だったな。まあしょうがないですね。1ボックス勝負もうほとんどメーカー完売みたいなんで、買える時があればぜひ買ってみてください。僕ももう一箱ぐらい開けたいですね、これは。うん、ということで、またチャンネル登録グッドボタンよろしくお願いします。コメントも待ちしております。それではさよなら。